キリングジョークはイングランド出身のロックバンド、インダストリアルロックの代表的グループとして知られる。ポストパンク勢として実験的な要素を取り入れて進化し続け、その音楽性は1990年代以降のオルタナティブロックをはじめ、様々なジャンルのアーティストに影響を与えた。1978年、ロンドンにてジャズ・コールマン、ポール・ファーガソン、ジョーディ・ウォーカー、 後にドラゴンフライレコーズを創始するマーティン、ユース、グローバーの4人で結成される。翌年に EP ターンツーレッドをリリース。これが BBC のピールセッションで取り上げられ、バンドは EG との契約を結んだ。初期の音楽は熱いギターサウンドと激しいドラムビートの反復を特徴とするものだったが、1980年代を通して徐々にシンセサイザーをメインに据えた。 一般的なニューウェーブサウンドに近づいていく。この路線では一部音楽マニアの支持を得たが、音楽チャート上に売れた曲は、ラブライクブラッドぐらいであった。1980年代の終わりには、メンバーの相次ぐ離脱で崩壊しかけたが、新メンバーを補充して乗り切った。その後、オリジナルメンバーであるユースが復帰して、シンセサイザーの打ち込みとメタリックなギターサウンドによる、ラウドなサウンドで、 パンデモニウム、デモクラシーの2作をリリースした。その後再び7年、近い空白を経て、原点回帰するかのようなバンド的なサウンド作りへと、方向を変えた、セルフタイトルの作品、キリング・ジョークを発表したが、ユースが再度脱退している。2006年には、ホザンナ・フロム・ヘルをリリースした。2007年から2008年にかけては、各レーベルから、再発版が発売された。 旧メンバーポール・レイブンは、1980年代と2003年作、キリング・ジョーク以降の作品でベースを担当していたが、2006年に、ミニストリーの活動に招かれ一時離脱。バンドに席を置いたまま、2007年10月20日、46歳で死去した。死因は特定されていないが、心筋梗塞と見られている。バンドは公式サイトにて、我々は、地球上、 そして、兄弟の中で最も愉快な男が何も言わず、この世を去ったことに深く傷ついている。例文の面影を想像を絶する悲しみとともに、感じているとコメントした。ジャズコールマンは、プログレッシブロックバンド、ピンク・フロイドの古くからのファンであり、また、クラシックの素養があったので、ユースとともに、狂気ピンク・フロイドシンフォニックなるピンク・フロイドの曲を、 オーケストラにアレンジした企画作品を1995年に制作している。2012年、ジャズコールマンによる行方不明騒動が起こる。後に、本人はソロアルバム制作の一環としてアフリカ、西サハラで遊牧民的な滞在をしていたと明かし、この事件が大きく報道された。25日大阪毎日ホール。ありがとうございます。